皆さんこんにちは。今回は宇戸鈴木さんにまつわる武勇伝や結婚に関する話を生い立ちをたどりながらご紹介しましょう。名前宇戸鈴木、本名鈴木秀樹、生年月日1970年1月19日、出身地山形県鶴岡市藤島町、血液型 AB 型、身長178センチメートル、所属事務所浅井企画。1990年、山形から上京した宇戸鈴木さんは浅井企画に飛び込みで面接を受けに行きますが、門前払いを食らいます。しかし東京に知り合いもおらず、行くあてもなかったため、事務所にいた夢丸という芸人が面倒を見ることになりました。その後、夢丸座長の劇団チームドリームで初舞台に上がったのです。その後、ランドレースというコンビで活動していた宇戸鈴木さんでしたが、1991年に天野博之さんと共にお笑いコンビキャインを結成し、ボケ担当として活動。そんなキャインは芸能界一仲のいいコンビと言われており、宇戸鈴木さんは相方を溺愛しているのです。それはテレビだけでのポーズではなく、かなりの筋金入りのようです。天野博之さんがプライベートくらい別々になろうと宇戸鈴木さんに提案した時は、号泣しながら天野博之さんの胸ぐらをつかんで、天野くん、僕のことが嫌いなのと詰め寄ったと言われています。またキャインがもし解散することになったらどうするという質問に対して、宇戸鈴木さんは天野くんと差し違えるかもしれないと答えており、無人島に一つだけ持っていくとしたらという質問には、天野くんと答えたのだとか。キャイン結成後、ビートたけしさんとの共演で人気が爆発。1996年から2002年まではバラエティ番組うっちゃんなんちゃんの売りなりにレギュラー出演しています。そして番組内でうっちゃんなんちゃんの内村光良さんとタレントの千秋さんと共に音楽ユニットポケットビスケッツを結成し活動していました。また番組内の売りなり芸能人社交ダンス部ではアミーゴウドとしても大活躍していました。ちなみに下積み時代の宇戸鈴木さんは、どうしようもないだらしがない性格で、お金を稼ぐためにふと思い立ち、2人の所持金を合わせて牛丼一杯食べられないような梅雨時、楽して金儲けできないだろうかと、一発100円の殴られ屋を思いつく。梅雨をぶっ飛ばせ、一回叩いて100円とジャックを書いた段ボールをこしらえ、一人はそれを背腹に掲げたサンドイッチマンに、一人は殴られ役に。新宿歌舞伎町に近いスクランブル交差点前でハリセン片手に開業したと殴られ屋をしたことがあるようです。その後、テレクラの看板持ちやティッシュ配りのアルバイトで生計を立てるようになりましたが、風俗業の看板を違法に宣伝していたことから途上令違反となり、警察のお世話になったのだとか。宇戸鈴木さんは警察に反抗してしまったため、警察署まで連行されてしまったようです。宇戸鈴木さんには入れ墨があるという噂がささやかれていました。そのきっかけは、とあるバラエティ番組で宇戸鈴木さんの腰あたりにモザイクが入っていたというものでした。このモザイクが入れ墨を消しているという噂に発展したようですが、よく旅番組に出演し、温泉にも入る宇戸鈴木さんの腰に毎回モザイクが入っていることはありません。そのためこの入れ墨説はデマとなりますが、宇戸鈴木入れ墨で画像検索をすると、みやぞんさんがヒットすることから、顔が似ている、みやぞんさんの入れ墨説と混同されている部分もあるようです。そんな宇戸鈴木さんにはいくつかの武勇伝が存在します。芸能界で喧嘩最強だと言われているのは、2000人からなる関東最大の暴走族ブラックエンペラー7代目総長を務めていた俳優の宇梶剛士さんで、辞典に続くのは元ヤンキーでプロボクサーだった俳優の赤井英和さんです。3位からは福岡最大勢力だった暴走族幻影の総長を務めた芸人のバッドボーイズ佐田さん、
たけし軍団随一の武闘派といわれる芸人のつまみ枝豆さん。元ヤンキーで日本一のスパルタ校、日生学園第二高等学校の副学寮長だった芸人の浜田雅俊さんと続き、宇戸鈴木さんはその次に並んでいます。芸能界でも武闘派に数えられる宇戸鈴木さんが元ヤンだと言われるようになったきっかけは、先輩で仲が良い出川哲朗さんが語ったエピソードでした。宇戸鈴木さんと出川哲朗さんはプライベートでもよく遊んでいるようですが、ある日出川哲朗さんと車に乗ってナンパしていた時、複数のチーマーに車を囲まれ、おら宇戸出川降りてこいよと車ごと揺すられたこともあると言います。その時宇戸鈴木さんは出川さんに向かって、隊長、これからは何があろうがこの車から出ないでくださいと言って、車から降りるとチーマーのリーダーに、謝れ、隊長がプライベートで楽しんでるのになんでそんなことするんだと謝罪を要求。激怒したリーダーがナイフを取り出し、調子に乗ってると刺すぞと脅すと、宇戸鈴木さんは、刺せるものなら刺してみろ、こちとら本物なんだと腹を見せて言い返したそうです。出川哲朗さんが語る話なので多少は持っている部分もあるかもしれませんが、宇戸鈴木さんがヤンキーを退散させたという話は本当のようです。またある時、宇戸鈴木さんは反社会的勢力とみられる男性たちに囲まれ、キャインのポーズを求められたとのこと。しかし宇戸鈴木さんは、天野くん以外とはキャインポーズしませんと拒否。相手の兄貴分がやってきても、僕はできません、大事なものですからと引っ張り断ると、相手は悪かったと謝罪したそうです。また宇戸鈴木さんは2002年11月、新宿区歌舞伎町の繁華街で絡んできた若者と口論の末、殴り合いとなり書類送検されています。しかしこれは宇戸鈴木さんの友人が危害を加えられたため、やむを得ず行ったと言われています。歌舞伎町で柄の悪い若者にバカにするような態度でサインを求められたため、サインに応じませんでしたが、それに怒った若者と口論になり、若者が宇戸鈴木さんの友達に危害を加えたそうです。それに激怒した宇戸鈴木さんが若者を背負い投げで床に叩きつけ、警察が出動する騒ぎとなりました。若者が絡んできたことから始まった喧嘩で、正当防衛が認められたためお咎めなしとなりました。高校時代の武勇伝として、先輩からお金をしつこく要求された。宇戸鈴木さんは堪忍袋の緒が切れ、先輩のズボンを引き剥がし、プロレス技パイルドライバーをお見舞いしたそうです。さて話題を変えましょう。宇戸鈴木さんは既婚者です。嫁と合コンで知り合った時、初めて好みの女性に出会ったらしく、一目惚れだったと言います。今までは好みの女性に会うとはしゃいでいた宇戸鈴木さんですが、嫁と会った時は今までと違い、ふざける気が全く起きなかった、なのにものすごく気になる人だったと話しています。ほどなくして交際をスタートさせた宇戸鈴木さんは、2回目のデートで嫁にプロポーズしたそうです。なぜ宇戸鈴木さんが2回目のデートでプロポーズしたかというと、電車の中で出会った初老の女性に嫁のことを褒められ、明日にでも入籍しなさいと言われたからだったのです。ローカル線の電車に乗っての日帰り旅行である。彼らが選んだボックス席には先に初老の女性が座っていた。あれ、宇戸ちゃんでしょ、失礼だけど隣の方、彼女と女性が話しかけてきた。その言葉を聞いて戸惑う2人にお構いなく、この子はいいわよ、明日にでも席を入れなさいよと彼に話したという。しかし嫁からは当然ですが、宇戸ちゃん、もう少し冷静に考えて、ちゃんと落ち着いて考えてと言われ断られています。それから1ヶ月間毎日ように結婚してくださいと嫁にプロポーズした宇戸鈴木さんは、やっと OK がもらえ、出会ってから4ヶ月というスピード婚となり、2006年4月12日に結婚を発表。嫁は一般女性ということで顔写真などはありませんが、韓国人歌手のボアさんに似ていると言われており、とても美人だそうです。2014年10月11日放送のラジオ番組ヤングタウン土曜日で
明石家さんまさんが宇戸鈴木さんの嫁に会った時のエピソードを話しましたが、美人だったと明かしています。2006年4月に結婚した宇戸鈴木さんですが、結論から言うと嫁との間に子供はいないようです。宇戸鈴木さんは結婚当初から子供は欲しいと言っており、結婚会見では嫁とコウノトリのコンディションに任せたいと話していました。不妊治療をしていた説、妊娠中や出産後に味覚が変化することを恐れたソムリエの嫁の意向説など、何かしらの理由で子供を諦めざるを得なかったのだと思われます。余談を少し話しましょう。2007年4月13日、宇戸鈴木さんが東京港区台場1丁目のフジテレビ前の交差点を車で直進中に右折車と衝突して事故を起こしました。警視庁東京水上署は安全確認を怠ったとして業務上過失致傷と交差点安全進行義務違反の疑いで宇戸鈴木さんと相手の女性をそれぞれ書類送検したそうです。宇戸鈴木さんに怪我はなく、相手の女性が腰に軽傷を負ったのでした。今回紹介した宇戸鈴木さんにまつわる武勇伝や結婚に関する話はここまでとなります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。